紙の本ってやっぱ小説の身体、体なんだからね。僕が込めたいこの思いが見事に前になってると思います。これなんか心が空っぽになっちゃったみたいなね。フェードアウトっていうんですか、だん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 自分っていうものを薄くしていく。靴下の中にいわゆる活断がほとんど不可能になってそうですね。全部気持ちの良しの当たりだった一段ですよ、きっと。もう次は分かっちゃった窓の夜露をパジャマで脱ぐ。君に何か見られてるぞ。パジャマの袖が路上の裏返しみたいな